スが接地を通した寿司。いやしかしこのまんまブラックレイアヤゲーターと踏ん張っています。さあキャニスターがマービーがディフューザー設置。ただこれもブザービートです。スタングレネード前にピックしてしまったトリプルキル。しかし DD がウィスキーを倒し天文館に対してはペローが仕掛ける。見なければいけないのが多すぎます。しかも1バレたクリを倒し残ったのはエクレアのみです。さあアヤゲータを食い止めることができない。アヤゲータ前に来ますが、このポジション、そしてアニツも残りたり食わすか。1暴れている、アニツの1暴れている。さあここはいや時間かかりすぎてる。白猫を潰したいが白猫が耐える。15秒です。さあここでキャニスターを起爆したが L 字の角。さあなんとかレイチェル前に詰めるが、とはいえルート変更もできませんからね。最後は白猫です、はい、収納室側からの進行もあったことは分かっている。 V ボタンを飛ばした。マービーは引き続き物流進行していきます。キャンディーも勝負を仕掛けますが、まあ、ニトロセル、ニトロセル投げ込んだ。設置は飛んだ。さあプラントのカバーラインのレックが準備室前のラムをカットしたのがピョンですが、チビス太陽を抑え、まここで1枚はカット、1枚はカット成功。そして準備室も落とした。